もういきなりこれですからね。あ、もう当たりましたね。もう無理。もう見えないですよ。ということでですね、今日はドドンパチ最大王女エクサレーベル、これを お届けしたいと思います。なんで今頃っていう話なの。一回説明しましたよね、エクサアルカディアを買うところですね。で、ドドンパチ最大王女自体をですね、こうちゃんとは取ってなかったなと思っ てですね、いつか取らんといかんなと思ってたんですが、なんとですね、このエクサアルカディアのアップデート情報が正味ホールディングスの方が来まして、なんとですね、このドドンパチ最大王女エクサレーベル、ここにですね、バージョン 1.1.0 って書いてあるんですが、これがですね、バージョンがですね、新しいバージョンに、差し替わるようです。これをアップデートするためにはですね、オンラインアップデートに実はですね、エクサアルカディアって今のところ対応してなくて、なんでか知らないんですけど、セキュリティ上の問題なのかなのかちょっとよくわからないんですが、エクサアルカディアのですね、ゲームのですね、このなんかジェンガみたいなスティックをですね、正味ホールディングスの方に送り返さないといけないみたいです。まあ、ここに刺さってる、これですね、はい、水色のやつが刺さってるんですけども、こいつを、送り返すと。で、送り返しちゃうとバージョン上がっちゃうんですよ。そりゃそうだ、当たり前です。バージョン上げるためには送るからですね。で、そうすると何が起きるかというとですね、この現在のバージョン 1.1.0 っていう、この私が買った時にのバージョンが取れなくなっちゃうんですよね。なので今回ですね、バージョンを上げる前にこの 1.1.0 はどういうバージョンだったのかっていうので、まあ記録に残しておこうかなと思いまして、でそれでまあ撮ってみようという話に、なってます。こういうエクサルカディアってこうゲームをこう刺しとくとですね、こう1234ってこう上にあるんですけど、ここでゲームが選べるみたいですね。1本しか刺してないから 1個しか選べないんですけど、で、スタートボタンを押すと、この、実際のドドンパチのゲームが選択されると。そういう構成になってますね。はい。バイケイって言って、で、エクサアルカディアのマークが次出て、これですね。で、その後に、いつものドド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 ドンパチですね。ということで、ここにですね、缶っていつもだったら出るんですけど、エクサレベルは真っ赤っかになってエクサレベルになってるんで、缶の文字がないんですよね。また続ける気満々みたいな。よかったみたいな。ということで、まあ、大王女の頃からね、なんかね、大王女って言ったり、大復活って言ったり、最大王女って言ったり、いつ終わるんじゃみたいな話があるんですが、私としてはどんどん続けていっていただければいいんじゃないでしょうかという感覚がしております。で、まあ、ここでお金入れると、まあ遊べますけど、こういうやつですね。あら、詰まった。ちょっと待って。はい。で、これで入れると、選択になるんですけど、オリジナルっていう、これはですね、ドドンパチ最大王女そのものですね。で、エクサレーベルっていうのが今回のやつです。で、エクサレンジュっていうのが Xbox 360版です。インバチっていうのがいきなりボスと戦うやつですね。で、普通はエクサレベルで大体みんな遊ぶんじゃないかなと思いますね。エクサレンジはですね、タイプ D の機体のサーヤで固定になるんですけど、まあそのサーヤと喋りながら遊ぶモードって言ったらいいんですかね。ずっと喋ります。なのでそういうのが楽しければエクサレンジで遊ぶといいかなと思いますね。まあ360版と一緒かなと思います、ほぼ。で、インバチはもうパーティーモードですね。まあやってみたら分かるんですけども、なんですか、いきなりボスなんですよ。アホかと。いきなり最後のボスインバチさんですね。で、まあちょっとやってみますけど、パーティーゲームですね。いきなり殺されます。もうね、ひどいんですよ。もうね、レーザー強化でオートボムオンにしとかないと死ぬ。というですね、まあね、これはね、クリアできないです。普通の人間だと、人という存在を捨てない限り、多分無理。はい、というですね、いきなり最後、というですね、ここまで行くのに、普通だったら超大変。ね、はい、
ということで、死ねー、おりゃー、うーん、ですね、もういきなりこれですからね。あ、もう当たりましたね。もう無理。もう見えないですよ。ハイパーで消えないですね。あ、全然ダメですね。ハイパーで消えてくれません、はい。ということで、ハイパーシステムが何の役にも立たないというひどい、ゲームですよ。ボンバーが全然効きません。効果時間がむちゃくちゃ短いです。というですね、まだ全然減ってないですもんね。死ぬがよいをズンズンやっても、まあこのくらいしか減らないんですよね。というですね、まあ何機あったってね、これね、クリアできないんですわ。どうせハイパーシステムをね、どんどんやったってね。あ、ボンバーも消えた、はい。ドーン、はい。もうゲームとして成立してないですね、これね。ボンバー、はい、ドン、はい、終わり。はい、こういうひどいゲームです。もうね、これゲーセンだったらね、あっという間に100円消えるので、似たでゲラゲラ笑いながら遊ぶのがいいんじゃないかなと。これで本気でやっちゃダメですよ、これ。ほんとね、なんかね、精神に異常をきたす、これは。ダメ。というですね、はい、そういうゲームです。これね、多分次のバージョンも同じかなと、同じ構成かなとは思うんですが、バグが修正されてたり、あと入力のですね、ラグが、2フレームが1フレームになるというスーパーなアップデートが入るようです。もうそれでオリジナルのドドンパチ最大往生が2フレーム入力遅延があるので、それよりも高速な形になりますね。非常に遊ぶのがやりやすくなるんじゃないかなと。これがオリジナルですね。でーんとオリジナルはここにカーンって書いてあるので、ね、これオリジナルのまんまですね。というふうに、なんかこうずっと待っとくとですね、もう一パターンぐらいあるかな、という喋る人の順番が違うっていうだけなんですけど、まあファンサービスとしてはなかなかいいんじゃないでしょうか。なんか戦隊もののこうなんかタイトルコールみたいな、早速 XR モードをそれで、ちょっと遊んでみたいなというふうに思います。ちょっと私はノーミスでクリアできる実力がないのでですね、適宜コンティニューをさせていただきますので、パーフェクトプレイをお望みの方はですね、ぜひ別の動画で、見ていただいた方がいいかなというふうに、別の方のですね、別の方のうまい動画で見ていただいたらいいかなと思います。私は平均的なというかプレイヤーなので、下手の横好き系ですね。まあご覧いただければというふうに思います。よろしくお願いします。システムオールブルー、Thank you.
プレゼンテッドバイケーブ。ドドンパチ最大王女。ポイントへ移動してください。
移行してください。交通システムの
起動準備。カウントダウン。システム正常起動。ヘッジ信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。ヘッジにダメージ。聞いて敵のライフから熱源反応を確認。注意ハイパーシステムスタンバイ。転送します。ハイパーシステム、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 
ゃいいってもんじゃないって思い知らせてやる。反抗システムスタンバイ。50% を破壊、攻撃を継続してください。ハイパーシステムのシステムの再生までカウントスタート。ハイパーシステムスタンバイ。ハイパーシステムレッグ。敵に新たな武装を確認、注意してください。敵機信号の弱体化を可能。ハイパーシステムレディ。ハイパーシステムのシステムに死ぬがよ。敵本体へのダメージを確認。もう少しで。ハイパーシステムスタート。目標完全に沈黙しました。これより新たなミッションを移行します。おー、いい感じ。さあ、キュンキュンしちゃう。ミッションスタート。敵の最深部へ侵入し、中枢を破壊してください。システムの再起動、正常起動。逃げたぞ。
神信号をキャッチしました。これは巨大な蜂？データベースに該当なし。モニター停止します。何なのこれ、こいつがボスなの？反応システムスタンド。反応システムのシステム2回転までカウントスタンド。反応システム、反応システムのシステム2回転までスタンド。補助システムの起動準備、カウントダウン。正常起動を確認。あなた逃げとったと思った。反応システムスタンド。反応システムのシステム2回転までカウントスタンド。死ぬがよい。反応システムスタンド。反応システムのシステム2回転までカウントスタンド。反応システムスタンド。ハイパーレッキンダメージ。ハイパーシステムの効いているようで1回転までカウントスタンド。ハイパーシステムスタンド。ハイパーシステム、ハイパーシステムのシステム1回転までカウントスタンド。死ぬがよい。弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。システム2回転までカウントスタンド。死ぬがよ。反応システムスタンド。反応システムのシステム2回転まで死ぬがよ。反応システムスタンド。敵の装甲内部に手法を確認。攻撃ハイパーシステムレイ。ハイパーシステムレイ。ハイパーシステムのシステム2回転までカウントスタート。ハイパーシステム補助システムの起動準備、カウントダウン。正常起動を確認。あなた逃げたから。敵本体へのダメージを確認。もう少しです。死ぬがよ。ハイパーシステムスタンド。たくさん殺してしまって、わかってるの？いい感じ。さあ野球よしちゃう。
戦終了です。プレゼンテッドバイ警部。ドド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 ドンパチ。ドドンパチ。最大王女。ミッション開始です。居住区を抜けて進行してください。反応システムスタンバイ。システム臨界点までカウントスタート。プレゼンテッドバイ警部。ドド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 ドンパチ。ドドンパチ。最大王女。ミッションスタート。河川を北上し中心部に向かってください。プレゼンテッドバイ警部。ドド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 ンパチ。ドドンパチ。最大王女。商業エリアに目標の敵陣営機出現。特殊部隊出撃命令です。出撃許可いつでも OK よ。カウントダウン開始。3、2、1、発進。 OK、 グッドラック。市街地から侵入してください。死ぬがよ。
プレゼンテッドバイケーブ。ドド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 ドンパチ。ドドンパチ最大王女。はい、これが、ドドンパチ最大王女のロムですね。はい、ロムって言ったらロムだ。はい、ロムです。はい、おっさんです。はい、あった。これですね。こっち側に、あったかな、はい、こんなやつですね。はい、これを、まあ、ブスッと刺して、遊ぶやつですね。なので、こいつをですね、ショミホルディングスの方に、送り返すという形になります。まあ、振るとね、カチカチ言うので、もうちょっと、カラカラ言わない方がいいんじゃないかな、思わなくもないんですが。まあいいや。裏にエクサの掘り込みがあります。見えますかね、ちょっとちょろっと見えるかな。はい、ちらっと。はい。こんな感じですね。こう袋に入れて、ポイッと送る感じでしょうかね。なくなったら大変なので、ちゃんと自己保証がある郵便で送った方がいいかなというふうにも思います。はい。ね、大体ね、1週間かからずに帰ってくる。というふうに聞いてますので、まあその頃には次のバージョンをまたお見せできるかなとは思うんですけれども、また届いたらですね、遊んでみて、まあ、違いとかチェックしてですね、また、改めてお知らせできればなというふうに思います。では、また別の動画でお会いできればと思います。それでは。